こんにちは、どうです、よろしくお願いします。前回からちょっと自分持ってきてるギターの紹介してるんですけども今日持ってきたギターは、アンジェリカっていうギターなんですけど、でブランド名は、ね、ラベルに貼ってあるんですけど、どこで作ったかっていうのは全く記載されてなくて、一応メイドインジャパンなんですけど、でいろいろ、ネットで調べたら、安間楽器っていうところが作ったらしいんです。でも今はもう、70年代でも会社はなくなってるんですけども、結構有名な、ギターを作ってた会社みたいで、日本で唯一マーチン の、 委託製造 OEM をやってたメーカーで、ひょっとして70年代のマーチンの何本かはここのギターが作ってる可能性があるんです。で一応ここで作ったギターでも向こうではメイドイン USA で売ってたんで、ひょっとしてここが作ってたかもしれないっていう。で一応なんか日本70年代はすごく輸出をしてて、アメリカの方に日本で作って、であまりね日本製のギターっていうのはちょっと向こうの人にしたら受け入れられなくて、結構隠して日本製って隠して売ってたギターも結構ありまして、でも作りがすごく良くて、値段も安かったんで向こうでは飛ぶように売れたらしいんです。まあ今でもね、日本メイドインジャパンのヴィンテージギターを探しているアメリカ人がいっぱいいてるみたいなんですけども、もうそういう、古いギターです今日は。またいろいろ持ってきますんでいろいろ説明させてもらいます。じゃあ、1曲目は、山崎まさよしさんの僕はここにいるという歌になります。よろしくお願いします。ため息だけがしじまに消えて
の恋ならば、せめて君の声だけでも。報われない痛みだけの気持ちでいい。傷ついてもそれで構わない。できるなら今すぐ抱きしめたい。二人だけの約束を交わしたい。報われない束の間の夢ならば、せめて偶然の時だけでも。儚い歌方の夜ならば、せめて気まきま